い、どうも、サクチョウ TV です。今回もウィニングルバープリー2019やっていきましょう。ということで、今週、ポジション適性をつけたい UP ランキングということで、やっていきましょう。ということで、今週ね、バルセロナとか、あと復活したアーセナルね、はい、とか、いろいろ、クラブセレクションが2つ来て、あと、プレイヤーズオブザウィークも、はい、来て、結構ね、まあ、いい選手というか、うん、まあ、今週というか、まあ、先週ぐらいになるのかな、あの時期的にはね。そうですね。今週はまた新しくね、あの、はい、木曜日来ますけど、うん、まあ、出してる時はね、一応、はい、先週にはなっちゃうんですが、まあ、出てる選手ということで、まあ、いろいろいる中で、まあ、この選手にね、はい、まあ、おもちゃ TV がポジショントレーナーだったらつけたいなっていう思う選手を、うん、まあ、今回独断と偏見でまた7人かな、はい、選んできたので紹介していきたいと思うんですが、はい、まあ、結構今回ね、まあ、持ってない選手とかも実は多くて、うん、まあ、メッシだったりだとか、はい、あと、まあ、デンベレとかかな。デンベレ持ってないですね、うん、あ、でもデンベレは結構もう一つのアカウントぐらいで持ってたかもしれないけど、うん、持ってない選手もまあいるんですけど、はい、まあ、その選手たちもまあつけたらね、ここつけたら羨ましいなっていうところがね、うん、結構あるので、まあ、一つの参考程度に、はい、見てもらえればなというふうに思います。はい、ということで、まず第7位からは、プレイオブザウィークのアケになります。アケはですね、身長180センチということで、はい、ちょっと小柄っていうかね、センターバックにしては小柄なんですけど、はい、これを DMF でつけることができれば、うん、結構収まりがいい感じで、はい、かなりね、スピードも、それでディフェンスセンスもボール出しもあるんですよ。うん、こういうちょっとちっちゃいセンターバックとかを DMF で使うとかなり強くなるんじゃないかなということで、はい、まあ、センターバックだと若干クロスとかでこうバーンみたいな感じでやられちゃう、180センチぐらいだとあると思うんですけどね。怖いですね。そして第6位はバルセロナ勝のピケになりますね、はい、うん、まあ、ピケは逆でスピードと瞬発がないんですよ。あ、そうですね。だから背とかスピードと瞬発がないし、センターバックはこのワンチャン DMF で使うとかなり輝くかなと、はい、で特にこのピケとかはやっぱ大きいし、うん、なんかディフェンスセンスとボール出しはあるんで、うん、DMF にどっしり構えてるとなって、はい、まあ、さっきの秋はねスピードタイプですけど、うん、これずっしりタイプの DMF でかなりいいんじゃないかなといった感じしますね。パスも89ありますからね、うん、はい、そして第5位はデンベレですね。デンベレはもう左ミッドと、ということで、まあそんなに決定力がめちゃんこ高いっていうわけでもないんで、はい、やっぱりこの中盤でこの速さとドリブルと、まあ、ボール、ね、こうこねくり回していってほしいなっていうのが結構あるんで、まあ、左ミッドぐらいに置くとかなりいいんじゃないかなと。両利きですね。そう、両利きっていうところもでかいんで、まあ、左ミッドぐらいに置いとくとかなりいい動きしてくれるんじゃないかなというふうに思いますね。もう前に走りたいからね。そう。第4位はオバメですね。オバメは左ウィングという感じなんですけど、センターフォワードでもいいんですけど、体がちょっと弱いんですよね。そう、ボディコンが ね、 30の82だからね。だから左ウィングで張らしといて3トップで右側でなんかその攻撃作って、そうそうそう、最後オバメが走り込んできてシュート打つみたいな、ね、斜めから流れが来るとね、非常にいいんじゃないかなということで、うん、センターフォワードよりかは左ウィングとかで使うとね、うん、すごい強いんじゃないかなと。可能性は感じますね、うん、いうふうに思いますね、はい。そして第3位、こちら、まあ、こちらはもう動画出してますね、セカンドトップ。コーチーニョね。まあ、コーチーニョは、まあ、センターフォワードでも全然ね、やれるかなっていう感じはするんですけど、ね、まあ、やっぱキック力と、ドロップとライジンを持っているというところで、センターフォワードよりもシュートが、こう、前目で打ちやすい。ですね。ST とかで使ってあげると、まあ、すごいシュートチャンスがあって、はい、こう動画でもねバスバス決めてましたけど、まあ、振っていけるんでね、結構いいんじゃないかなっていう感じがしますね、はい。まあ、決定力も高いですしね、うん、やれることも多いと、はい。そして第2位はデベークということで、もうデベークはね、もうとにかく前の FP ランキングでも言ったんですけど、はい、かなり能力が貴重なんで、うん、この選手、このボールダッシュとディフェンスセンス、はい、で ST で使ったらこれ多分ね一番数値高いんじゃねえのっていうぐらいの一番だと思います、うん、ボールダッシュを前からかけてくれるんで、うん、これかなり違いを味わえるのかなっていう感じで、うん、このデベークっていうのは ST ですごい使うと面白いんじゃないかなというふうに思いますね、うん。まあ、全体的に数値も高いんで、ちょっと育てるの大変だけどね、はい、レベルが。最後は神メッシと、まあ、神メッシはやっぱね、うん、まあ、右ミッドで、あの PSO とかだと、ね、おもちゃ TV にあのシミオネで、右ミッドでメッシ使ってるんですけど、はい、右ミッドでメッシを使うと、まずボールが取られないと。前見てるからね。そういう感じで、まあ、ただ、前後半で替えが必要なんですけど、うん、ただこの FP メッシを右サイドハーフで使われたら、もうグリ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 されて、もうシュート打たれるわ、パス出されるわ、やりたい放題できるだろうなっていう感じはしますね。はい、まあ、デシャンとかの、シメオネとかの右には最高かなっていう感じしますね。ということで、実際に持ってデベークですね、まあ、今回ちょっとポジション適正、うん、セカンドトップ狙っていこうかなということで、なんと一発目からね、セカンドトップついたよと。まあ、メッシ持ってないんでね、はい、まあ、メッシ持ってたらメッシにつけてたんですけど、うん、デベークもね、全然ありだということで、ST のこの高さというか、うん、
ディフェンスセンスの高い選手ってめちゃめちゃ貴重なんで、いやいな、あんまり多分今現代のあれだといないんじゃないかな、うん、セカンドプランに、ね、結構なんかなんつうのかな、まあ、事故じゃないけど、うん、まあ、相手のビルドアップとかの時にガツガツいって、はいはいはい、おかなり調子もいいですね。あ、ただコンディション安定の4なんでね、ちょっとそこだけがっていう、まあでも逆に言えばこういった感じで絶好調になりやすいって可能性もあるんで、これあれですね、サントスとうちが使ってるのはダミア・クレブラスっていう監督で、ちょっとシメオネとは違う、まあ同じ褒めなんですけど、同じ褒めなんですけど、戦術がガラッと変わる感じでね、まあ今適性もちょっと上げつつちょっと試してる感じですね。結構デメイクと相性も良かったんで、はい、やってみようかなということで、相手の方ここら辺もね、ドグバと、うん、あれ CMMA 使ってるんで、なるほど、結構ね知ってんのかな、はい、PSO チックですね、うん、中締めのサントスなんで、うん、怖いですね、こういうところだよね、こういうところからの圧、今スアレスがかけてますけど、ここね、ここら辺怖いよ、これだって触ったらね、取ってきそうな感じするから、ね、あるからね、うん、さあここで奪っていくと、フェルナンド・サントスの場合ワンボランチャーで、デベイクは攻撃もね、普通にできるんですよ、全部高い、デベイク、スアレス、スアレスが出して、さあデベイク、ここのフライパス、いや素晴らしい、これスアレス決めていくよと、デベイク結構何でもやっぱね、数値がね全部いいんですね、なんか普通にボールもめっちゃ持ちやすいし、パスもいい、万能だよな、何でもできます、フリット感じるわ、フリット軽いからね、ああまあそうだよね、フリットより大きくはないもんね、そう、ここは多さですね、フェルナン・サントスがね、結構カウンターなんでね、一回引いちゃうと、うん、まあ守りやすいのかなっていうのはありますね、そうですね、でコッパーとかちょっとやばいけど、でこっちがカウンターを仕掛けてくるみたいな感じ、メッシ、うわメッシ、メッシ、メッシですよ、相手の方 FP 怖え、 FP の100だったから総合値が、怖えよ FP、 怖いですけどね、さあ逆サイ変えて、さあここら辺は、まあ、ポゼッションなんで、この監督の、うん、ボールは回しやすいよ、さあデベイクがはたく、サービス、さあ出す、デベイクがもう一回出して、早いんだよな、結構パスの出す方とかも、ハゲホン、うん、さあデベイク、ここクリバリに、おっとルーカス、デベイク、ここ、これよ、これ、この守備が生きてくる、高いんだもん、だって、うわ素晴らしい、これレベルなんですか、23レベルなんで、23レベルけど全然まだまだいくよ、マックスだったらっ超強い、やっぱさ、あそこなんだよね、理想的なのは、だからあそこで取られて失敗したとしても、もう一回、ね、すごいディフェンスセンスとボールダッシュの高いやつが控えてますからね、そこがすごいいいんですよね、ここの位置にしては異常な高さでしょう、あと思い切って下げることもできます、うん、そうだよね、トップの選手をこう下げていくみたいなディフェンスの仕方もできる、全然できるよ、さあスアレス、あ来るよまた、ここもう一回ヨロビン、いやースアレスが、あー押し込み、君切る力があるよと、これゴロビンです、うん、あのスアレスの形も、まあ、強いよね普通に、ああどうした、固まってますけど、うん、なかなかでもそのウィニングレボアプリの場合、あそこはやっぱフライパスが、うん、なかなか対処しづらいんで、ただなんかそのフライパスがコメントでもありましたけど、思ったところに届いていかないみたいなのもあるんですけど、多いねアプリはやっぱり、ちょっと難しくなったっていう感じで、まあ、タイミングの問題なのかもしれないね、なんだろうね、うん、さあ相手の方もワンタッチで回してくる、怖いぞと、あーぶつかったけど、おっとグリーズマンにここで決められていくよと、あのブリーンの時に取ってほしかったけど、まあ、ムバッペがねよくボール残したかなというところだったんですけど、うん、さあこれ2対1、サウルが CMM2 枚で引いてるんで、うん、結構中締めなんで多分中硬いんですよ、ね、なるほど、さあゴロビンのところとしてレベーク、さあムバッペがいい上がりをしてる、おーっと来たよ、スピードでぶち抜いてムバッペが、いやーっとちょっとタッチが長くなったね、折り返しもめちゃめちゃ折り返そうとしてたな、うん、さあスアレス、デベイク、おっと流れるけど、ちょっとデベイクプレス、ここっすよ、触ってんだよな、ムバッペなんだよね、触ってなんかフェスリーグモード見てるみたいな感じ、そう前からね、こうでもデベイクは本当にセカンドトップに使うことによってああいうシーンが多いんですよ、うん、やっぱ当たったりとか体で取ったりとかいうシーンも多いんで、結構ね多分対戦相手の方のスカットって考えられてて、トレーラー、うん、要はルーカス・トレーラーのアンカーを置いて、ポグバとサウル、ボックス、ボックスを置いてみたいな感じ、相手からすればね、一見これは事故ったと思うかもしれないですけど、狙いですね、狙いなんですよね、それこそがもうディフェンスセンスとボール出し高い選手を置いてるわけなんで、うん、
まあ、ここの部分でかなり良かった。多分フェルナンド・サントスとスカット、うん、多分考えられてるんですけど、あのスカットに対してこれだけね、あの前からはめることができたんで、デベイクで。それは結構いいところが出たんじゃないかな。スアレスも何が高いんですよね、ちょっとね。スアレスも高いっす。だからやっぱこの2人で追いかけ回して、ね、仮に攻撃失敗したとしても、この前からね、うん、取り返していくみたいな確率も高まってくるんで、まあ、ST っていうのはね、かなり面白い。めちゃめちゃありだなと。そう、なんか、かなり緊迫した試合の中だとね、こういう感じのゴール増えるから。いや、めちゃくちゃ生きると思うんでね。まあ、ちょっと、サブアカとかだとレベルマックスにしようかなとか思いますけど。61だっけ ?3 とか3。61か3か。もんなんで、うん、ちょっと育成大変ですけど、でも間違いなくも育てたら、基本的にまあ、限定版のフリットみたいな感じの能力値なので、そうですよね、うん、かなり珍しい能力値を持ってるんでね、まあ、一つまあ参考程度に見ていただけたらいいかなというふうに思います。はい、どうでしょう、さらっぽー。